入江の沖に言われたカセと呼ばれる小舟から力強い魚の引きを堪能する。魚。魚との駆け引きを存分に楽しむ。今回の舞台は前回に続き愛媛県宇和島市北灘に浮かぶ加瀬。春風そよぐ入江で波に揺られながらクロダイやマダイをはじめさまざまな魚を狙う。魚の顔を見ればそれだけで心が躍る。小舟の中に広がる至福の時。ようこそ大人釣りクラブへ。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、しまのの提供でお送りいたします。海と山とが迫る自然豊かな町、愛媛県宇和島市。リアス式海岸の北灘は30メートルから50メートルと水深のあるポイントを攻める加瀬が特徴だ。今回竿を出すのは稚魚釣り歴40年以上。高度なテクニックを駆使して大物を釣り上げる姿から稚魚太郎の異名を持つ山本太郎。一方、沖縄在住の高橋哲也といえば、全国各地の磯や船から数々の大型魚を仕留めてきた大物釣り師たちのカリスマ。よし、なんだこれは。前回は山本が両系のマダイを釣り上げた。なんでもいい。パンパンお腹。よっしゃ、ありがとうございます。すっごい綺麗。ちょっとなんか塩が中入りだした。中に入るでしょね。塩液が変わってきた。お、来た。お、来た。お、それはチヌカタイっぽいな。さらに潮の流れが変わり、中切りで攻めていた高橋が当たりを捉えた。そっちのっぽいな、てっちゃん。本命来たんちゃう？うわ、見えた。見えた。チヌだ。チヌ、やった。チヌだ。でかい。ちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいよ。ありがとうございます。でかくはないけど、言い方。綺麗だな。やった。中切りおもろいでしょ？面白い。綺麗。いやこれだけど群れでおるやつやね、うん、かっこいいクロダイ。1日目の釣りを終えた2人、2日目の釣りに備えて作戦会議をすることに。ご当地の味を楽しむことが大好きという2人が訪ねたのは、これですね。いやいいお店です ね、雰囲気も おしゃれ。100年の歴史らしい。あ、そうなんですか。のれんをくぐったのはお食事処穂積亭。ちょっと宇和島の郷土料理がいただけると大評判の店だ。ここでの2人のお目当てとは。いらっしゃいませ。はい、宇和島名物鯛めし御膳でございます。はい、いたします。うわ、美味しそう。うわ、すごいね。はい、どうぞ。なんかたくさん。そうですね、入ってますけど、これってどうやって食べたらいいでしょうか。はい、簡単にご説明させていただきます。はい、まずね、左手にございます、はい、お室にご飯が入ってます。はい、そちらをね、お茶碗に軽くよそっていただきます。軽くよそっていただくのがポイントでございます。はい、はい、よそわれましたら、手前にございます青い器に入ってある鯛めしのタレ、卵、わかめがご一緒に入っております。はい、そちらに、すりごまと、海苔を、ね、はい、入れていただきます。はい、入れていただきましたら器の中でざっくり混ぜていただいて、
で揃ったご飯の上に軽く、ゆっくり流していただいて、かき込んでお召し上がりいただくっていうお料理でございます。じゃあ早速いただきましょうか。これがタイですね。うん、タイの身。いただきます。どうぞ。どうですか。うまい。おお、じゃあ僕も。うん。おいしい。炊き込みのご飯の中にタイの味が入ってまぶされてるようなイメージだったけど、そうそうそう、とってもいいですよね。これはこれでいいですね。タレというか、出汁がうまいね。はい。遠征釣りでこうやってご当地の美味しいものをいただくって、すごくなんか釣り以外の楽しみがありますよね。いいですよね。意外にこうね、はい、こういうのがここの名物かという、ね、うん、発見もあるし、はい、で今日も一日いろんなあの魚も出たし、いいチーム釣ってくれましたね。でも前半なんかもやばいかなと思ったんだけど、すごいこうどんどん変わっていって、結局いい一日になったんですけど。そうですね。明日のプラン、うん、明日はね、はい、さらに大きいのを求めて、はい、あるいはより楽しくなるように、はい、もうちょっと大きいの方へ、外の方へ、出て、水深がちょっと深いんですけど、ね、海の感じも違いますか、その周りの風景。まあまあ今日のとことはまたガラッと感じは変わると思うんで、うん、まあビンダマ群がね、無数にあると思う。いよいよ、うん、いよいよ。そういった真珠ずっとありますよ。うん、はい、そこについた魚とかは、ね、そうですよね。で目いっぱいみっちり一日遊んで帰りましょう。わかりました。さらなる大物を目標に鯛めしを書き込んだ。翌朝の午前6時30分、港を出船。およそ20分で今回の舞台となる前日よりも水深のある沖合の河瀬に到着した。早速準備に入るが、ここでハプニング発生。網、うん、タモの網。網はどこに入れたかな、僕。桟橋かもやね。網がいるわ、網が。山本、玉網を桟橋に置き忘れていたようだ。さあ、2日目です。この尾崎というポイント、船長と太郎さんのおすすめでやってきました。水深が30メートル近い深い場所なんで、また昨日と同じタックル制覇校の AX 使って、なんかでかいマダイも回ってくるということで、今日一日頑張ってみたいと思います。一投目は団子を使用せず練り餌だけで落とし込む。来るよ、ドカーンと。揺れますな、なんか。一投目は練り餌が有効との山本のアドバイス。果たして読みは。あ、当たってる、当たってる、当たってる。どうすればいいの、下ろせばいい、このまま。ちょっともうちょっと糸出してみて、うん、はい、止めてぐーっと ついていても適度なところで合わせてみて。もう食ってんちゃうかな、それだけど、そんだけテンション乗るっていうことは。これですか。うん、引っ張った、かった。魚、うん、魚網がない。網がない、どうしよう。すっげえ、朝一練り湯で落としてみなって練り湯で来たんでしょう。太郎さんに言われて一投目だ、これ。なんでわかるんですか。いや、なんか当たり前ですよね。太郎さんだからわかるんだよね。いやいや、そんなことはないですけど、なんとなく団子ちょっと10発ぐらい打っといて練り湯で脅してたらどっかで食うんちゃうかと思って。しかも昨日のマーカーをちゃんと利用させてもらって、うん、今 20m だからね、あと 10m だよ。じゃあ網なんどうしよう。大丈夫です、網大丈夫です。どこで合わすって、あんだけ曲がっとるから分かれへん、もう。タイタイタイ来ました、うん、ちょっとこれで救いますんで。スカリを利用して、はい、来ました。40センチ。朝一から有言実行。
目が覚めるほどの綺麗なマダイだ。私は竿は昨日と同じですけども、穂先の調子をちょっと深いんで、深いのとちょっと潮行きも昨日のところよりもね、やや強いんで、8対2、8-2で行ってみたいと思います。まあ6-4から9-1までずらっと揃ってますんで、状況見ながらまずは8対2でスタートします。リールは全く一緒ですね。セイハコリミテッド RC83。 それぐらい投げて思うて、ここは昨日のとこよりも割と頻繁に中切り合間合間で入れてもうた。ああ中切り、うん、オキアミとコーンでもええねんけども、コーン4つぐらいの方が面白いのは面白い。はいはい、山本も釣り開始。オキアミとコーンを刺し団子に包んで投入する。潮はゆっくりと沖に向かって流れている。続いて2投目。サナギのダブル。今回用意した刺し餌はオキアミ、サナギ、コーン、エビ、そして練り餌の5種類だ。だいぶ気温上がりましたね。うん、あったかなってきた。最高。山本が大きく合わせた。これ中切られてっちゃう。この振ったやつに中切られましたわ。途中でこれ、途中で団子割られてそのまますぐに当たった。タイヤこれは。でかい。でかでかでか。うわ、はい、すいません。途中で団子を割られた。途中で割られて。この魚ですかね。これやね。で、すぐに、あ、割れたと思ったらすぐにギューッと押さえていったから。正体はこの人です。これオキアミですか。いや、サナギの2個掛け。60は超えてるでしょ。尻尾以外は綺麗。その後当たりが遠のいた。今のうちに朝食を取ることに。今ちょっと状況良くないし、はい、昨日ね食べて美味しかったんでちょっと買っといたんですよ。これね、はい、まあまあ宇和島名物のじゃこ天と、うん、これね火で炙ると美味しいんですわ。でそれとタチウオ巻きですねこれね。お店によっていろいろあるんだけど、これはごぼうね。何だかがごぼう、うん、外がタチウオ。そうそうそう。どれからいきますか。ちょっとじゃこ天から。じゃこ天いきますか、うん、いただきます。いただきます。うん、うん、おいしい。じゃこ天もこの材料はこの界隈の海で。そうね、うん、どうしたものなんですね。赤い。うん、こんな感じだ、うん、ごぼうが真ん中に。ごぼうが、うん、タチウオ美味しいもんね。うん、太郎さん血釣りやって、はい、もう40年じゃないですか。もう40年、もっと5年ぐらいになる。45年。はい、なんでここまで一筋に死ぬをやってこれたんですか。ねえ、なんで、なんでかな。まあちょっと維持みたいなところも最初はあったと思うんですよ。うん、初めてね、その死ぬという魚を見たのは学生の時に、まあ、ツーリングで、まあまあキャンプ、ツーリングを兼ねたキャンプで、いでたちがね、いかにも釣り人というような感じの人が、ものの30分のせんうちにね、来たーとか言って、2人ぐらいで
釣り上げたの。それがね35センチぐらい、これぐらいかな、チヌン。それを見た時にしびれてしまってね。で他の魚には目もくれず、長い時間一魚種をずっと追っかけると、やっぱりそこになんかいろんな思い入れとか、あともちろん釣りの中でもいろんなこだわりやいろんな発見があるんで、なんかすごい一緒に釣りやっててやっぱ深み感じますよ。そうですか。本当に多分成功ばっかりじゃなくて、やっぱり悔しいとか釣りたいとかっていう気持ちが大きくなればなるほど、どん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 その面白さっていうところに行くと思うんでね。長い時間苦労して一瞬お当たり始めた、ボラが来た、餌が捕らえた、ドン、チヌだ、マダイだって今回みたいになるんで、束の間の幸せだけど、そこにこうなんかこう夢中になれるものがあれば、もっともっとそうやって広げて、いろんな釣り場やいろんな魚種を広げていけばいいんじゃないかなと思います。まだまだ北灘の仮設釣りを楽しむ。おお、30メーター結構、巻き貝がありますね。愛媛県宇和島市北灘で仮設釣りを楽しむ。小舟から餌を落とし、クロダイやマダイを狙う。当たりが遠のいたタイミングで高橋はタックルを変え、違う魚種を狙うことにした。竿先から来た糸、そしてスナップ付きのサルカンに胴付き仕掛けを結びました。重りは下にありますけど、これもうちょっとね、海の中で海底にペタンって寝かしたいなと思ったら、小さな重り、これにダブルスナップ、サルカンのフックが2個あるやつ、これをつけて上のサルカン、どこでもいいです、くっつけてあげる。そうすると海の中でポンとついたやつが少しこう寝るので、より海底に住む魚に近いところに餌が行く。やってみましょうね。いろいろね、やって試すところで釣れると面白いんです。いろんな餌を持ってきてどれがいいか探して釣れると面白い。ここは虫を使って、一食10メーター。なんかこういうイカダやボート、まあ、岸からもそうだけど、一食10メーターというこういう P ラインを使うと、まあ、最近釣りを始めた方、初心者の方でも今何メートルぐらいのところに仕掛けがあるか分かるんで、とっても便利です。目安になりますね。お、来た。来た来た。おー、いい引く。心地よい引きを楽しんでいる高橋、姿を見せるのは何だ？かわいいかわいい、今回初、今回初の魚。よー、こんなのが、見てください、立派なカワハギ。イカダ竿を使ってチヌやマダイ狙う、それを一本で行くのもいいし、少しこうご飯を食べる前、休みながら簡単な餌釣りでいろんな魚を狙っていくのも面白いです。仮設釣り後半、潮の流れが変わり当たりが出始めた。集中力を高め竿先を見つめる。高橋が合わせた。まっすぐ。オキアミダブル。抱き合わせ。お、その振り方は。その振り方は。おとなしいよこれ。チヌじゃないの？潜らせない。潜った。
大本命の大型のクロダイか。マダイだ。またしても量刑のマダイだ。弱ってる。弱い。ですね。とにかく北灘のポイントは魚影が濃い。今のチムやと思ったけどな。なんかね、うん、でもあの方だからやっぱりちょっとその感じなんですね。そうなんかな。ストローク短かったけどね。続けて当たりを捉えた。お、来た。お、お。さあ、姿を現すのは何だ。タイビ？タイですね。チムちゃう？いやマジでマジで。まあ、タイかな。今の首の振り方。引きはね、面白いんだけどね、タイ、うん、引きは楽しい。おお、30メーター結構、うん、巻き貝がありますね。またいい。またいいですね。ありがとうございます。はい。おー、冷たい。魚がひんやり。あ、色形ともに美しい見事なマダイだ。巻き餌が効いてきたのか、次は山本が当たりを捉えた。まだ一回も突っ込んでないですか。いや、突っ込んだけど弱い。デカチヌ、いやそんな感じはないですね。大型のクロダイか、それともボラちゃんのボラ。ボラ変なとこかけたらこんな引きする時あるけど。どこ行くのこれ。何ぐるぐる回ってんの。お、ボラでしょ、これ。でかい、でかすぎる。ボラだと、ボラの気がしたわ。でも変なとこちゃうな、口にかかってる。うわ、これ、久々釣りましたよ、こんな大きなボラ。姿を現したのは、80センチ近い巨ボラだった。お、お、それ。おお、チムちゃん、それチム来たよ、チム。あれ黄色です、黄色、うん、チムっぽい。いや、マダイ、マダイっぽい。またしても姿を現したのは量刑のマダイだ。まっすぐね、まっすぐ。終了まではあとわずか。なんとか大型のクロダイを釣り上げようと打ち返すのだが、ピッチャー、名残惜しいけど、はい、迎えが来たんで終わりですか。終わりましょうか。
いやーもっとやりたかったなこれ。ねえ。あの釣れてん時っていうか、まあ釣れても釣れなくても昼間の、まだまだ何時間もあるっていう時に、ねえ。もっと一生懸命やっときゃよかったなっていうぐらいに。楽しい釣りができるんで。はい。僕もまた次を楽しみにしておきますよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。帰りたくないな。またの兆候を楽しみに加瀬を後にした。今回使用したタックルはこちら。皆さんもさまざまな魚が狙える加瀬釣り始めてはいかがかな。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、しまのの提供でお送りいたしました。